野々村正重は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。織田信長の側近。黒朧州。通称は、三十郎で、野々村三十郎の将でも知られる。野々村正春の兄。位。同一族に、野々村三十郎行正という、同じく三十郎で、文土生を称した人物がいるが、別人である。国の出身で、初め藤達に仕え。 A64 年5月の警戒の戦いでは、信長配下の小田信役を打ち取ったという。美の斎藤氏滅亡後は信長に使え、馬回りとされた。黒滅州にも追加で選ばれている。元気元年8月に野田城、福島城の戦いに従軍。9月14日に本願寺門徒と交戦した。翌年5月の長島攻めにも従軍し、使い版として退却命令を伝えた。 天正3年3月の長篠の戦いでは、前田敏家、笹成政、福富秀勝と共に、鉄砲隊を指揮した。天正6年11月の摂津有岡城攻めにも、参加し、中川清秀の投稿を信長に仲介した。その後は、茨城城の林番を務めた。天正9年4月、長谷川周一と共に、信長から地行をあてが割れている。 天正10年2月には、キー方面に派遣され、土橋攻めの剣士を務め、さらに、剣女や根頃寺、小川寺へ信長の衆院状を伝達している。同年5月27日、信長の上落に従って刑に滞在。6月2日の本能寺の変では二条信御所に駆け込んで、織田信忠と共に討ち死にした。ただし、三河物語では、防戦に加われずに追い払をしたとある。 野々村氏略系図に去年48とあるが、谷口勝弘は信頼できないとしている。ありがとうございます。